働くの。働いて、おじいちゃんの借金を返すの。できるかどうかはわからない。でも、やってみなきゃわからないでしょ。なるほど、なるほど。僕と駆け引きをするつもりか、小娘。いいと思ったんですけどね、小料理屋。本館の格式高い料理だけでは飽きてしまうという声をよく聞くので。恐れながらやはりおやめになった方がよろしいのでは。いやよ、人間の小娘なんかに天神屋の仲居が務まるもんですか。お初にお目にかかる。私は天神屋の会計を預かっているお帳場長の白夜という者だ。葵さん、ここで食事処を開きませんか。願いが繋ぐ私のもの。